オニプレートトカゲは、ハチュコユーリン有クカタトカゲかブロードリーソリス属に分類されるトカゲ。本種のみでブロードリーソリス属を構成する。別名オープレートトカゲ。エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ケニア東部、コンゴ民主共和国北部、ザンビア北部、ジンバブエ、ソマリア、タンザニア、中央アフリカ共和国、東後、ナイジェリア。 ベナン、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク最大全長48センチメートル。種小名のメジャーは、大きなのいでオープレートトカゲの別名もあるが、プレートトカゲ属の最大種ではない。脇腹は、膝状に折りたたまれている。頭部は中程度。以前は、旧、カタトカゲ属ジェラソリスに分類され、西部個体群を、 背面の体色が黒く黄色い反転が入る亜種、GM ボッテゴイとして分ける説もあった。2013年に発表された、カタトカゲ化の核 DNA や、ミトコンドリア DNA の分子系統解析から、本種が別属であるオナガカタトカゲ属テトラダクトラスや、ヨロイカタトカゲ属コージェリソリスよりも初期に分岐した、系統であるという解析結果が得られた。そのため本種のみで、 親族ブロードリーソリスを構成する説が提唱された。俗名、ブロードリーソリスは、ドナルド・ジョージ・ブロードリーへの懸名。この解析では、アシュ、GM ボッテゴイが元アシュに含まれるという解析結果も得られたため、アシュ、GM ボッテゴイを元アシュのシノニムとする説も提唱されている。サバンナ島に生息する。地表性。中高性。 岩の隙間やシロアリのアリ塚等で、暑さが厳しかったり外的に襲われると地面に空いた、穴やシロアリのアリ塚に潜って逃げる。植生は雑食で、昆虫類、節足動物、小型爬虫類,型類、小型哺乳類、花、果実等を食べる。繁殖形態は卵生。1回に2から4個の卵を湿った地面に産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 ほぼ野生個体の身が安価で流通し、流通量も多い。性格はおとなしく大型化しない等の理由から、トカゲ飼育の入門種として紹介されることもある。テラリウムで飼育される。餌としてコオロギやジャイアントミルワーム、ピンクマウス、果実、野菜等を与える。飼育下では雑食トカゲ用の人工飼料等にも得づく。餌に対しては、 カルシウム剤等のサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。飼育下での繁殖例はあるものの、繁殖方法は未だ確立していない。ありがとうございます。